はい、おはようございます。アゲームディメテト、噛んだ。もう一回ね。おはようございます。あのアゲームディメテトでございます。この瞬、この、噛んだ。おはようございます。アゲーム TV ですでございます。この仕事をやっててめちゃめちゃテンパる瞬間ベスト3 YouTuber っぽい第3位ババン、朝の終戦時間が8時40分かと思ったら8時30分だった時ありますね、ありますね。Now です。超焦ったね。29分30秒に店員さんが心配してきて、30分ですか、大丈夫ですかって言われて、大丈夫じゃねえよっつって俺カメラ担いで走ってきた途中に戻ってきたじゃないですか。うん、2以上は考えてなかった。挑戦いきましょう。あ、よろしくお願いします。いきましょう。ドン。もうね、もうだから無理なんだよ。無理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 、もう本当に無理、本当に本当に吐く。俺もう無理、さよなら。お願いします。おはようございます。おお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 お、開いてる開いてる。はいはいはい、わかった。よし、ごめんなさいごめんなさい。エヴァ見に行こう。あー、なるほどな。ちょっと一旦抑える、一旦抑えて、他見てくる。よし、あのね、こういう時はあの一旦ね、あの激アツの喫煙所コーナーっていうのがあって、冷静になった方がいいの。まあ、何があったかっていうと、台選びました。で、札を置いて、じゃ他見ようぜって言って他見に行った瞬間に解消されてたって。あー、こっちだ。あ、やばい、情報が古かった。回収されちゃうみたいな危険を置いてください。え、されてる？マジで？あらら、マジで？なくなった。ちょっと考えます。 あの本当に頭をニコチンで満たして冷静になります。はい、では何に座ったかを次の瞬間。おはようございます。結局まあ妥協でした。35分さまよってマイク入れて15分使って今もう9時50分です。はい、で、まあエヴァのゲーム性はまあ説明するまでもないと思いますので、この辺にポンと、もうロングランですからね。今さら北斗武装の説明するぐらいバカみたいだから。一応今カスタムは入れました。シンプルモードです。レバブルカスタム入れてます。まあ 3D 切ってオートボタン入れてます。で、いつもだったら俺シンプルでインフラ入れるんだけど、エアー好きだから。画面ではエアーが1ミリも伝わらないので、来た、おーっと、来た。あー、そこか。あー、まあまあね、でもなんかエヴァ打つの久しぶりだからさ、ちょっと楽しいかも。もう俺法則とか1ミリボーデーからね。あ、まあ今のところ何もないね。だからこの手のロング、お、これいいやつじゃん。ビビビビビのやつでしょ。システマ、システムじゃない、システムはの方で。誰だ、あーお前か。このぐらいかな。まあきついな。あれ、偶数が後の方がいいんだけどね、確か。あれ、そっか。そんなうまい話ないよな。知ってた。
ん、だいたいその ロンギヌス絡んだりとか結構するからね。いやでも待てよこいつマジで俺20あるとは思えないよこの台。予想がつかない。最低16から17の間はいけると思うけど、ちょっと帳尻合わせのところの予想がつかなかった。なんだろう、めちゃくちゃボインなんだけど結構なブスみたいな、それがどの程度のエロスなのかがわからないって。わかる、これ多分一番いい例えだと思うよ。もう明らかにボインけど顔がちょっとこれ大丈夫かなみたいな、だいぶマイナスだから、やってみたらエロいだみたいなって言ってそうで、まあおっぱい顔面おっぱい顔面だね。あとは意外とおっぱい顔面匂いわかる、意外とみんな匂い気にしないよねって。だけどその時にいたって初めて気づくみたいな。そう、俺は最初から見るよ、最初から嗅ぐよ、やお、ね、魚屋さんからみたいな、うん、鮮魚そこでは男として認めなきゃいけないから。そうエヴァの右も同じ、いかんしくじったと思ってももう男だったら認めろよみたいな、ね、インパクトチャンスって言った後にあっってなってもそれはもう男だろお前はって。そう確かにもう分かった。そうだね、大体みんなおっぱいしか見てない、だやっぱいや俺それ優秀秀逸だわ。で左が全然分かんない人ってさ逆に得してると思う、おっぱいしか見てないから、うん、でかかったらもう OK みたいな。でほらその顔出しなしなんかなんだろう、違う意味であんたバカって言われた気がするんだよねびっくりした、びっくりしたもん、怒られたみたいな。あ、いい例えが出てしまったな、うん、すごい伝わると思うよ男にだけは、うん、ただ今日分かったのはやっぱり E カップあったらまあまあ強いっていう。はい、一旦ここで1万円使いました。こんなにいい子だと思わなかったよ、俺はこの女を舐めてた、まあ、お母さんに感謝かな、うん、そうね、あらららら、まあ、このパターンは知ってんだよね、弱いパターンってこのパターンはハズレだみたいな、あ、これ発展するよ、何に、はい、いやまだ分かんないからまだこの時点ではチャンス残ってるから、あ、短期だ、ごめん、ちょっとある、さっきよりはある、全然、あ、聞いたよね、で、まあ、これは絶対ビリビリでいきます、ビリ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 で、カジさんとか来ないかな、カジさんとか誰、おかえさん、あれこれワンチャンあるよ、ワンチャンある、ちょっと期待しちゃってる、まあでもその前の、おお、これうん、これいけるわ、いけるって いい気しゃべったら いけそうだわそのまま8だろうな、またこれ8位でしょ、ほらやっぱありがとう、今、まあ、ほぼ1万1000円だけどおっしゃったばっかりだね、221回転、
ず越えようか、まず越えよう、うん、橋だったよね、ストップ、ナイスショット、越えろ、うーないよね、ないよね、ないよね、そうだね、うん、これラウンド中復活も確かあるね、あるあるある、はい、懐かしいねこれ、いやいいですよ、もう一回引きたいだけですから、319何回俺がターミネーターを当ててきたと思ってね、え俺でも時短でエヴァ引き戻したこと多分カメラの前ではないと思う、して保留が残りまくってて席立てる特図、俺マックスでしちゃったからさ3つ残ってるよ、あれ俺あったかな時短引き戻し、おお嘘でしょ、トス当たり来た、いややっぱ超楽しいんだけどえっよかった、死にかけたわ、おお、だから正解言うと特図を1回回して右の2回転目だね、やばっ、これがターミネータープロですよ、はい、誰にしようかな、やっぱカオルくんかな、うん、例にする度胸はないんだな俺、やっぱ俺はねラッシュ中インフラはダメだね、だって8割ぐらいならないインフラ、それが嫌なのよね、おーらぶるったぜ俺、しかもね、おお気持ちいい、俺がこのねエヴァのねブルーリーにハズレがあるって知った時のあの衝撃よ、4万発ぐらいですか、うん、俺は思ってたね、おっと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 、おいー、で俺は思ったわけよ、もう5月と6月の負けを、まあ、1回じゃ無理よ、だって50万負けてるから2ヶ月でマジでほ全敗なんだもん、ありがとう、よいしょ、一発で50万だから何万発 10万発以上ですね、はい、まあ無理だよ、あでも意外と匂わんな、おおちょ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 、ダブルダブル変化、赤い赤からのからの早追い、お前はもう死んでいる、お前はもう当たっている、むしろ大丈夫、ゼレンでもいける、これ来るよ、あ、終わったすべて終わらせる、これね、本当に、まあ当たる時もあるけど、わかんないよ、次の掘る、次の先を見だったのかもしれないよ、あーやっぱ次だった、あよくできてんな、よくできてんな、次だったね、ね、背景の赤煽りであんな弱いことあるってちょっと思ったのよ、うん、知ってたあれ、あ、詰まった、やばいやばいやばい、これ沖さんの状態になってるわ、やばい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 、これやばいわ、ちょっとこれやばいね、俺特図残ってるからやばいんだよ、犬逃げてるよ、犬逃げてるよ俺へそ落ちみたいなの嫌なんだよ、あでもこいつへそ落ちしても500つくんだっけ、時短確かフォローがあったはず、でも違うの、それは違うんだよ、俺の中で違うんだよ、ちょっと犬逃げてるよ、
あ、上も出なくなった、マジかよ、やば、これはこれは無理だわ、うわ、ぶれたぶれた、やばいやばいやばい、これ当たっちゃう、当たっちゃうよ、ちょっとマジで、ちょっと法廷闘争になりますよこれあ、痛い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 、あ、痛い痛い痛い、やばい、あぶねえ、超焦った、マジで焦った、冷やせたもん今、上まで詰まったから今ね、いやほら上が生きてればさまだいけるけど、危ない、怖っ、ただその代わり、お、2、1、もう完璧、ありがとう、大好きこういうの、今俺なんか裏に金色見えてたこれ今、ダミーセットもね、ありがとう、で俺とおスイッチ先生の一致した意見として、調子のいいエヴァ15はあの無号機全回転しやすいんですよこれ本当にあとね、ダミープラグも出やすい気がする、お、超軽かった、俺こんな軽いレバーのパターンも初めて、多分今のは多分プレミアパターンだもんね、普段はこんぐらいと重たいがあるけどスッカスカがあるみたいな、おい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 、どれどうなるどうなる、バイブ、おおよし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 、ドラレインボー楽しいね、楽しいねこれね、おほう、いいね、いいね、いいレインボー、やっぱ勝てる台で打つと勝つか、だって200当たったら200、おお、ブル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 、220回すのに11,000円だもんねそれは勝つよね、あお、ゴールド、イッツゴールド、ほら言ったでしょ、ほらほら言ったでしょ、あの、俺これだけに関してはマジで谷村先生と超盛り上がったの、マジで来ますよねって、しかもね、一度とは言わずに二度三度来んだよ、いやそれはみんな思うはずよ、それは連チャンしてんだからサンプルが多いだろって、でそもそも無号機全回転は出やすいんだから、それは出る、それは当たり前、それは理屈は知ってんの、でもそれにしても多いの、でもやっぱ残り50になっても不安がないもんね、当たるっていう確信がある、なんか、うん、1、やばいやばい、あかんやつだあ、余裕で動きすぎたな、あの、忘れてください、まあ、でもほら結果的には良かったわけだから、もう1万2000発ですから、うん、これはもうすごいことですからやべえ、風吹かしてちょっとだけやっちゃおうかな、あーでもこれがねー、ゲートウェイドラッグだね、一回やったら引き返せねえな、いや限界だ、押すね、いや俺はもうフルカスですやってしまった、レバブルインパクトインフラップ、はいはい、やってしまった、おおおおおおいや、なんでもあります、なんでもないです、なんでもないです、なんでもないです、なんでもないっすじゃねえよな、そうだね、触らないよね、
カメラマンにも風は伝わらないね、うん、もうここからもうぴょこんぴょこん鳴らすからもうなんか当たりそうなリッチだね、うん、やっぱ強そうだね、うん、おおお目ついたしね、これ目ついたら当たれてなかったっけ、確かこれおお確かこれ目ついたら当たれだったと思うよ、どうかな当たるかな、まあでもね、まあ、8割てか目ついてっから当たると思うんだけどな、どうだろう分かんないな、やりましただ次はチョコで引きたいね、あんな奇跡はなかなか難しいと思うから、そしてまたこの誰がゆえなんだけどへそが3個残ってるっていうね、立てないさあ行こう、あまた今回も8か、なんかないの、なんかないな、おおはいどうぞ、吠えましたありがとうありがとう風久田くんありがとう、全てはこれからだ、なんか90分の1ぐらいだったっけなとか、あぶれ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 、例にするとこだった、あぶれ、ちょっとバイブ来ないですか、バイブレバブル、やっぱ変化が一番気持ちいいかな、うん、何もない場合もあるけどね、あこれ良くない ST です、うん、静かなやつね、うわー駆け抜けるやめて、頼む中切った、うわっ誰か、あ、むずいわ、やっちまった、やっちまったな、まあいいや、2回当たるものは3回当たるんで、引ける日は引ける、うん、おっ、おおあ、カジさん喋るの結構熱かったよね、うん、そうだね、はい、さらばい、さらばい、そういう問題じゃねえ、おおマジで、でもね、何がこうやって吹いてないのいやでもずっと手やったとこ、男の中熱いね、でも俺結構さ当たる予告ってこいつ伴う場合が多かったのよ、バババババババみたいな、あでもこの時点で吹いてねえな、怖えな怖いな怖いな、これね強パターンに言ってくればいいね、これこう弾かれるやつ、あ普通にいった、こいつ普通にいった、あこれ怖いな、あでも偶数が後ろにあるのがいいんじゃないか、確か、やっぱダメなんだ、まあでもこれがやっぱフルカスしてる呪いみたいなとこよな、うん、外れは外れなんだけど、外れるにしてもみたいなそういう問題じゃねえみたいな気持ちの問題なんだよ、わあどうしたこいつおちょくってんのかな俺のこと、いやまだまだまだね、まだまだわかんない、俺はまだ今手を荒らしてないです、あれ奇跡の母ちゃんってなんだっけ、あおや強いやつや、あれ奇跡の価値は、あれ奇跡の価値はってなんだっけ、あれ合ってたっけ、
忘れたね。こんなことめったに起きないから、てかお前反応してねえな全く。やっぱ目光んねえ、目光ったら確か当たれたと思うんだよね。でこっからあのすげえ効率の悪い力の入れ方するでしょ。解いてないよね。そうだね。あ、レバー、やっぱそうなんだ、やっぱそうなんだね。うんでもいや分かるよ、その分かるよ、うん、ハズレの乱数を引いてて、たまたまメインタイマーで長いタイマーを引きました、そこにサブ抽選で予告を引っ張ってきた、分かる分かるよ、理屈では、理屈で分かる。そういう問題じゃねえんだよそういう問題じゃねえんだよ。しかも立て続けに2度おちょくられたことの方のが嫌なのよなに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 、何の音、うわっ、これは暑いんじゃないですかね。あー、これは暑いっす。あ、そうですね、今のバキ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 っていう音ってのはここが吠える音か。あ、目が光ったのか。何の音って思った今俺、何の音、ブワーってあーみたいなマジてめえ、マジ本当もう、もうグッドラックやめろよ。で、いや問題この後の、今のグッドラックいいの。おお、気持ちいい、これは気持ちいい、これは気持ちいい。でも忘れてた、ここでまだ450発しか俺は約束されてない。俺はインフラが鳴らしてんだ。カオル君つけよ、うん、あ、しかも今これ保留がへそ1個しかないから席立てる、うん、30連とかしてもうんこしたくなっても席立てる、安心して出してください。パチンコ1ミリもわからない芸能人、おお、ダメだパチンコ1ミリもわからない芸能人が呼ばれてきたパチンコ番組でのリアクションやってみようかを失敗した、来たり言ってる途中にうわーとか言ってお前バイブだよ、次クソ面白い、クソ面白い、これやめられない、どうしよう。やっぱそもそも完全口続きがやめられるはずがないんだよね、うん、ただこれをやる代償もあるんだよね。その残り10とかさ、本当にピンチの時のただのリーチあー、ないんだよなこれみたいな。あー待てよ、これも当たるかもしれんぞ、ちょっと待って、これが当たったら、あ、でもなってねえなこれが当たれば保留になるんだけどあ、まあまあまあ、これはしょうがない、しょうがない、なってないしね。びっくりした今、あれテンパイと同時に湧くレインボーいいね、あいついいな、頼もしいな。はい、あー、タラーンってきたね、はい、めちゃんこ吹いたしね今、あはははは、ここのタイミング好きだろ、誰が聞いてもいいよっつってでこういう時ボタンで当たるのよ逃げちゃダメだ、あと2回ぐらい当たってりゃマックスのとこまでいけんじゃないかな。今日マックス約1万2000発でしたね、うん、やっぱあれだね、確率ってまとまってくるんだね。
そう、貯めなくていいからすぐ当たって、あの陽介さんの言ってるあの確率の有効活用とかあれバカ、おおあれバカの算数だからマジで。あ、これも違うんだよ、なんでかというと知ってるからなんでね、うん、だってレイボーは出るしね、うん、お押す必要なかったそっか、軽いって思ったのは押そうと思った瞬間に引っ込むっていう演出なんだね。いやもう突然なって、突然なってもう、うん、俺を驚かしてくれ。これです、これです、はい。じゃあもう卒業しました、ごめん、うん、もう迷惑かけない周りに、うん、で今のこの予告もぶっちゃけインフラの音が鳴ってない方がかっこいいもん、うん、よく見えない、よく見えない。デバブルアップ、インフラオフ、3D 向こう、カスタマイズリセットみたいな。どうした？うん？だって今まで一度も100まで行ってないですよね。おーら、クソ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。いや、これはもうやっぱインフラに入れなくてよかったよ。めっちゃ吹いてるもん、風。やば、橋かい。7じゃないんかい。ちょっと待って、やるよ、する、ちょっと受け止めよう。そうそう、これはね、谷村先生に習いました、うん、大事だよって。いきましょうか。さあ、ノーカスです。まあ陽介さんと谷村さんの力を借りる、デモ出しごとね、行きましょう。これが当たればもう2人を信じてやって。そう、気持ちの問題だからパチンコは。あーは、やっぱ俺思ったんだけど、パチンコはね、確率の問題だね。うん、パチンコはもう確率とかじゃないの、気持ちの問題。お疲れ様です。2ヶ月ぶりに勝った人です。あのね、今日朝並んでる時とかにお客さんから聞いてたんだけど、なんかね、塊らしいのよ今日は。あのね、分かりやすかった。あのね、カバネリここの3台、ね、カバネリこっち、まあ、この辺の3台だね。で、その横鬼武者です、多分この3台。この3台でね、はい、わかりやすい。で、さらにこっち、北斗、ちょっと北斗はね、多分塊とか多分全体的にベースが高い、多分その200台のやつがちらほらあるから、こいつは多分塊とか度外視だと思う。で、あとはね、マイチャグかな。ただまあ、わかりやすいのが本当に鬼武者とカバネリ以上。で、行きましょう、エンディング。お疲れ様です。本当何度もしつこいんですけど、2ヶ月ぶりに勝ったマンです。本当に苦しいんで、ありがとうございました。本当にね、何のせいかって言ったら多分ゴブリンスレイヤーのせいだと思うんでね。あいつがまあ、あの日は良かったよ、あの日はすげえ楽しかったし嬉しかったんだけど、あの日が終わった境で俺のこうなんか引きが全部変わったのよ。5月6月全敗を やらかし20万発負けてたんですよ。それが今日聞いてください、投資が2875玉投資に対して回収が13249発、はい、なので、プラスが1万と374枚でございました。ありがとうございます。本当に万発超えでございます。これでも10分の1弱取り返したので、これをあと10回。じゃあ本日の動画いきましょうか。こちらでお願いします。逆パネマジ、あのね、うん、本当に下品なこといっぱい言ってるかもしれないけど、分かる人は分かると思うのよ。220回転ぐらい朝一使った時点で1万1000しか使ってないの、まあ、言ったら分かるよね。で、後半測ってない、ごめん、長級とは違うから、ちゃんと測ってはいないんだけど、序盤よりも良かったと思う、後半の方のがさらに。だからまあ、もうちょっと測ったら良かったかもね。ということで、よかったらね、チャンネル登録して、今日から、俺は
プラス1万発のサダマを10連勝するんで、よかったらチャンネル登録していただいて、10連勝あ、虫ができなそうだね10連勝できなそうボタンってありますんで、よかったら押していただいて、他のね葵ちゃんとか洋介さんとかガットの動画に行っていただければと思います。じゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。黒がいっぱい来たからね。